ホリエモンチャンネル、堀江貴文です。皆さんこんにちは、寺田由紀です。不動産投資に挑戦したいです。売買を繰り返すより丁寧にフォローすることで喜んでもらい、長く住んでもらえるようなスタイルを目指しています。長く住んでもらうという観点からは、ファミリーを対象にしたらいいかなと考えています。数百万円程度の資金ですので、ボロ屋のリフォームや安価なマンションの区分所有を考えていますが、どのような場所の物件を探すのがいいのでしょう。都会、田舎、駅地下、判断基準人口動態となるキーワードのもと、堀江さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです、という質問です。はい、質問に答えていきましょう。今日もはい、ということで、おはようございます。本日のゲストはですね、株式会社人からメディア代表の高井純一郎さんです。よろしくお願いします。これ始めるまで何されてたんですか？これを始めるまでですね、林間のモチベーションっていう組織人事領域のコンサルをやってる会社の、グループの会社でオフィス作りに携わってました。あとその次にちょっとマイナーなんですけれど、保証会社のスタートアップの会社に所属をしてました。はい、今日の質問の答えからいきたいと思います。いきましょう。私はこう答えました。それはあなたの不動産投資のスタイルに関わることなので、私がアドバイスすることもないような気もします。私の知人は地方のボロボロ競売物件を、最低限のリフォームで生活保護者ギリギリぐらいに貸すビジネスをしていましたが、あと私のオンラインサロン、堀江貴文イノベーション大学校のメンバーがワンルーム投資の本を書いていました。参考になるかもです。Kindle で161円です、はい、ワンオーターっていう本です。どうでしょうか？そもそも数ある投資対象の中で、なんで不動産なのかっていう目的に結構よるのかなって気はするんですけれど、なんで不動産なのかって言ったら安易なんだよこれ。あめちゃくちゃなんかね、俺不思議なの、不動産投資セミナーって一番人集まるんだよね。分かりやすいんでしょうね、きっと。正直そんなにおいしい投資対象ではないよなってすごく思うんです。そうなんですか？思いますね。この仕事やってて思うさらに思いますよ。投資対象としてあんまりおいしくないっていうのは、それはだからみんなそう考えるから競争が激しいんですよ。おっしゃるとおりです。競争が激しいのとリスクが結構やっぱりあって、どの投資商品もそうですけれど、入居者によって商品価値が上下してしまったりだとか、天変地異によって変わってしまうことがあったりだとか、マーケットの相場によってすごく開きがついたりだとかっていう煽りもかなり受けやすい。だからそのボラタリティもね大きいから、その例えば不動産価格バーッと上がることもあるけど、はい逆もまた、逆もあるし、で動かせないじゃないとにかく。あとでっかい物件は今度は逆にものすごい投資マネーが入ってくるんで、プロのガチガチの投資家さんが入ってくるんで、絶対勝てないよね。資金力ないのでやらない方がいいと思います。ただすごく今の質問に真面目に答えるんだとしたら、不動産投資やったことないんだったらワンルームの、から始めることは絶対おすすめですね。そのワンオーターの人は、だから中古の都心のワンルームとかは価格が下がりにくいですよね。下がりにくいのと、一軒家って見なきゃいけない範囲がめちゃくちゃ広いので、水道管壊れました、どこに問い合わせるんですか、管理組合もないですし、自分が全部把握しなきゃいけないっていうのは最初からやるにはなかなかやっぱハードル高いなと思うので、ワンルームから、しかも何かあったらすぐ駆けつけられる近場っていうふうに切っていかないと、いきなり投資対象どうするの、指標を求めるのは少し現実的には難しいんじゃないかな。はい、ということなので、ぜひですね、不動産もいろいろあるみたいなので本とか参考にしてみてください、ということでカメラに向かって告知お願いします。はい、オフィスをですね、働き方どうしたいからデザイン作っていく、オフィスを作っていくってことを考えてらっしゃる方は人からメディア大得意ですので、よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんですね、人からメディアとかスイッチオフィスで調べてみてください。そして私寺田由紀、2016年度カレンダー作りました。はい、ということでぜひ皆さんよろしくお願いします。ベースショップで販売中です。はい、ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら YouTube チャンネルもよろしくね。